埼玉県第四区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は4。第23回から第37回までは、定数3自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、 以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、115万286人、投票率 62.、62.37%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、1三3万8800人、投票率 70.、70.14%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、92万3275人、投票率 68.、68.00%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、87万2895人、投票率 66.、66.82%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行。当日有権者数、80万682人。投票率 75.、75.08%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、78万4340人。投票率 65.、65.79%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。 執行当日有権者数、72万6417人。投票率 70.、70.93%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、58万9229人。投票率 65.、65.02%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数。 483338人投票率65.18%第31回衆議院議員総選挙1月29日執行当日有権者数386,197人投票率69.98%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数 32万7475人、投票率 67.、67.92%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、30万4287人、投票率 72.、72.87%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。 第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数。人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数。人投票率。第25回衆議院議員総選挙10月1日執行。当日有権者数。人投票率。第24回衆議院議員総選挙1月23日執行。 当日有権者数、人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。